春秋戦国時代は、中国史において、紀元前770年に、周が東洛勇へ移してから、紀元前221年に、旗が中国を統一するまでの時代である。この時代の周が東州と称されることから、東州時代と称されることもある。紀元前403年に、進むが、藩、義、蝶の三国に分裂する前を春秋時代。 それ以降、戦国時代と分けることが多い。この時代を、州の統一時代が終わって、分裂状態になり、最後に、旗によって、再統一されたとする解釈があるが、旗が統一した領域は州が影響力を及ぼした領域よりも広い。他にも南の諏訪江は、もともとは自ら王法を称える自立した国であった。また東、北についても、聖や神などの国により、 領域が拡大された。周辺部だけではなく、内地に関しても大きな変化が起こった。春秋時代の半ば頃までは、それぞれの優が国内に点在し、その間の土地は必ずしもその国の領域に入っているわけではなく、州に服属しない異民族が多数存在していた。しかし時代が下るにつれ、そうした点と線の支配から面の支配へと移行していった。 政治制度においても、それまでの封権制から軍権制へと移行する段階にあり、思想においても諸子百科と呼ばれる思想家たちが登場し、様々な新しい思想が形作られた。なお、春秋戦国時代の名称は、孔子の春秋と流教の戦国策にちなむ。春秋時代の終わり、戦国時代の始まりについては諸説ある。進むの家臣であった、 蝶の三国が正式に諸侯として認められた、紀元前403年とする説、紀元前453年に、藩、義、蝶が、サトシ氏を滅ぼして、独立諸侯としての実質を得た時点を取る、史実岩説の二つが主流である。この他に、春秋は、露愛公14年に、確認の記述で終了するので、これをもって、春秋時代の終わりとする説、式の、 六国年表が始まる、紀元前四百七十六年とする説などがある。主要な七説を列挙すると、紀元前四百八十一年紀元前四百七十六年紀元前四百七十五年紀元前四百六十八年紀元前四百五十三年紀元、前四百四十一年紀元前四百三年春秋時代には、中央は政治の実権は握っていなかったが、 依然として精神面の中心であり、諸侯は王に次ぐ二番目の地位たる覇者となろうとしていた。それに対して、戦国時代は諸侯自らがそれぞれ王を汚唱して争うようになり、残っていた周王の権威はほとんどなくなった。春秋時代の諸侯の勢力図、ありがとうございます。